しよう。白？白？はい。結構いい感じ冷えてる。あ、本当ですか。うん、とりあえずご飯なんで白ワイン。うん、そう、重要重要。はい。うん、これ車を残念だ。いただきます。ディン。たった一人の女の子も助けられない。食べよう。ヘリコメさん、こっち座んないですか。あ、いやいやいや、わし映っちゃうかな。いただきます。すごい、ダキンサラダいただこう。風邪をひく、帰ってすみません。いただきます。しっかりしてて美味しい。うん、丸3日も寝ないで調べ物をしてる。食事もろくに取らないし。さあ、手伝わせてもくれないんだ。この件はとても危険だから。うん、美味しい。先って何があった、うん、クリマさん、スプーン取っていただいて、うん、はい、ありがとうございます。うん、あ、結構エビが中に埋もれてる、うん、なに、暗いとこに一人で引きこもってんだ。探し物は見つかったか。うん、風臭いじゃないか。俺たち友達だよな。確かこの人が敵だったような気がするんだけど。うん、友達が助けるもんだ。お願いします。ロース醤油とサンドイッチ。うん、大佐直属のどこ。東方司令部の早見だ。そして俺の友人でも、友達の友達は友達だろ。友達の友達は友達だ。いや、まずくその後で賢者の石の錬成人は大学研究所に来た。ムンディの野郎は誰にも言うなっつったのに。ああ、カルソするんだろ。俺が聞き上手になるから。うん、でもこの件は間違いなく君の引き継ぎ関係してる。徳さんは子も殺されたんだ。関わると命の危険が。何度も言いますが、確かにこの賢者の石の錬成人らしきものに関するシーンを書いた。原作は読んでた？読んでないです。子供たちは読んでたんだけど、うん、問題だ。誰が何のためにやったか。軍内部の人間ってことですよね。お構いなしだ。軍と賢者の石、そして謎の入れ墨の人間じゃない。とても人間とは思えなかった。マルコ
が所属していたのは第三研究所です。当時も今も研究所は第四研究所なので、第五研究所があったという記録は一切ございません。でもはっきり聞いたんだよ、第五研究所って。何かの心配かなか。パプロ将軍。おう、93番。これはその、そうそう、確か一部の人間が通称としてそう呼んでいたな。は、第五研究所だよ、第五研究所。それってどこですか。私の2年前の話だから。あ、多分これだ。完全構想。なぜ完全構想を第五研究所で呼んでいたんですか。現在活動停止していて廃屋になっています。ハートの勝負、ありがとうございます。おい、ライト勝負、緊急事態です。リオールの街で大規模な暴動が発生しています。リオールって、あのペテン氏の教師だ。すでに多くの人も出ているようです。すぐに行く。ロスよりも持ち場に戻りたまえ。あ、君は着陣だ。しかし、リオールには私がおる。マスターの大佐に留守を託すから、君にはそのサポートを頼んで。最近この国には血なまぐさい事件が多い。そして今度はリオールだ。うん、パクパク食べちゃう。どうしよう。パクッ。こないだ撮影したあそこに似てね。あ、似てます。てか、あそこでしょ。間違いないよね。うーん、あとでほら CG で加工できるから。ああ、あそこの上とか椅子、あれは消しちゃったるけど。